どうも、YT ブロス。はい。今回の企画は、検証動画になっておりまーす。ガチョン。まあ何をするのかっていうところなんですけど、まあ僕、累計スコア1億点超えのつむらでございます。つむつむを、まあすごく愛してるんですよ。その中で、まあ皆さんこんなね、悩みがあると思うんですよ。つむつむやってて、こう、指がね、こう、油分なくなっていって、すごい引っかかる瞬間あると思うんですよ。ありますよね。あるよな。まあ、そういうのを、まあ、改善する素晴らしいアイテムが、実はこの世の中にはあるということが、僕ね、分かったんですよ。まあ、それを今回紹介したいなと思うんです。それもなんと、このシリコンスプレーを指につけると、まあ、ずっとツルツルなんですよ。ツルツルということは、それ簡単に、つむつむ高得点出るんじゃね?というところを、まあ、検証していこうかなと思うわけでして。まあ、まず最初に、まあ、最初にね、シリコンスプレーつけない形で、まあ、つむつむやります。まあ、僕、一応ね、シンデレラをね、使って、まあまあ1億超えてる男なんですけど、まあ1億の男ですよ。はい。まあそのシンデレラを、まあまずはこのシリコンスプレーを使わずにプレイしまして、まあ点数と。そしてさらにこのシリコンスプレーを使ってね、何点いくのか。気になるとこでしょ?これツムツムが好きな方は絶対みんなね、同じ悩み持ってる。この指が引っかかるというね、こんな、もうこんなコーナーとかホームセンターで安いもんですよ。これ買うだけでツムツムの点数が上がるんやったら安いもんやで!ということなので、まあ早速、まずは、このシリコンスプレーを使わずにツムツムしていきたいなと思います。はい。じゃあここにね、まあ、プレイ画面を出すんで、まずこれがシリコンスプレーなしでやるプレイ画面になりますんで、結構ね、僕1億点出すようなプレイヤーなんで、結構長いこと流れると思うんで、早送りしますんで。では、早送り!はい、ということで、まあ、とりあえずね、普通にプレイしたんですけど、次ね、シリコンスプレーを、指に振っていきたいなと思います!ね、これね、こうやって。ちゃうわ、これ右指やわ。これを、こう。なんだろ、こうね、携帯にも塗っちゃうみたいなね、そんな感じですよ。ちょ待って、なんか思った以上にね、シリコンスプレーが、指に。来た来た来た、これ来たわ、これ来たわ、ぬるぬるや、よっしゃ。そしたらこれでね、いや、いきそうやな。これはさっきのね、まあ、7000万点やったんですけど、まあ次は1億いけたらなと思います。3000万の壁はでかいんですか？3000万の壁は結構ね、でかいね。まあ、でも、このシリコン、さっきも、ちょっと限定公開で、まあ、フルで出そうかなと思うんですけど、ね、プレイ動画。まあ、ちょっとかなり端折って、プレイ動画出てたと思うんですけど、結構指引っかかって。後半、てか、半ばぐらいから結構指引っかかってたけど、やっぱこれ、見てほら、テカリ具合違うやろ、これ。多分ピント合ってると思うけど、テカリ具合やばいから。これでやったら、多分、いや、いけるな。うん、いけると思う。では、再び、早送り。はい、ということで、まあ見ていただいたらわかるかなと思います。まずね、これがさっき、やりました。シリコンスプレーなしの得点です。ドーンね。7000万点。まあちょっと1億いかなかったんですけど、まあこれからシリコンスプレーの力を使って、さあ1億点、簡単にいったんでしょうか?結果はこちら、ドーン!はい。不甲斐ない。非常に不甲斐ない。すいません。すいません。まあちょっと言い訳をね、させてもらいたいんですけども、こちらシリコンスプレーを指に振りましたと。すると、まあ、確かに、引っかかることはなくなりました。これね、引っかかるっていうことをお悩みで困っていたつむらーの方々、
このシリコンスプレーぜひとも使ってください。ただならないといけない。こんなあの付け焼き刃でこれシリコンスプレーを振っただけでこれ滑らかに動くっていうだけで、そら動きすぎてね、普段のまあ指の感覚、まあタッチペンでされてる方もまああのシリコンスプレーを画面に振ったらいいっていうことらしいんですけど、まあ引っかかりがなくなったっていうだけで、ぶっちゃけねなくなったっていうことがデメリットになってしまった。そのせいで思った以上にねやっぱコンボが伸びなかったりとか、うん、その結果まあこんな結果になっちゃったよーっていうことです。うん、まああのいいんじゃないかなって思います。はい、つむつむのハートください。